アキラ。アキラ。何？アキラ、起きて。光る。待て、どこに行くの？光る、やめろ！まさか。ヒカル、ご飯できたよ。いない。え？やあ、アキラ、おかえり。今何をしてるかな？ご飯は食べた？僕が作った料理はもう二度と食べたくないんだろ。なんてね。この動画を見る頃には僕はもうこの世にいないかもな。ちょっと寂しくなるね。ごめんね。こんな形でお別れをしたくはなかったんだけど、どうしても伝えたいことがあるからこの動画を撮ったんだ。あの日、先生にいつ心臓が止まってもおかしくない、もう治ることはないと告げられて、僕は怖くて怖くてどうしようもなかった。一層のこと死のうと思った。そんな僕の前に現れたのが君だった。僕と同じ絶望したような目をしていた。ありがとう。本当にありがとう。え、それはこっちのセリフなのに。変なやつ。僕を救ってくれたのはいつも君なんだ。君と過ごした日々は僕の大切な思い出だ。泣いてもいいよってアキラが教えてくれたんだ。大丈夫よ、そばにいるから。泣いてもいいよ。何？どうして？アキラ、一つお願いがあるんだ。僕のことは全部忘れて、そして前を向いてちゃんと生きてほしい。正直さ、人はなぜ生きるのか僕には全然わからないけど、生きてさえいればきっとなんとかなるはずだよ。僕は必ず君を見守っているよ。永遠に君は僕の光なんだ。勝手に死ぬなよ、バカ。忘れるわけがないよ。だって君こそ僕の光なんだよ。
珍しき夜中に目を覚ました。空いた椅子は真っ白で、月明かりに笑われたくない、そっと目を閉じた。いつまでもそばにはいられない、ドラマのようなセリフをつぶやいて、それだと悲しすぎるから、僕は眠る。時間が止まったら何をするの、想像するだけで笑っちゃうよね。僕は君となら何でもいいかな、君はどうですか。君と過ごした色褪せない日々、ずっと横で歩けると信じてた。明日世界が消えるとわかっていたら、愛を君に伝えられたかな。誰もが同じ朝を待っている、心が通じ合ってく気がする。また夢が終わる。ヒカル、見てくれているかな。僕はよくやっているよ。あの後最初は大変だったけど、今は頑張って生きてるよ。笑うこととか泣くこととか全部君が教えてくれたんだ。僕は君みたいになりたいんだ。君がいた世界に生まれて、そして君と出会えて本当によかった。ヒカル、ありがとう。過ごした色褪せない日々、ずっと横で歩けると信じてた。明日世界が消えるとわかっていたら、愛を君に伝えられたかな。